リフェスということで始まりましたゴールデンウィークドリフェスですね。今回新フェス限には北沢はぐみちゃんと桐ヶ谷とうこちゃん、そして限定メンバーになるかちょっとヒヤッとしましたが、氷川さよさんと白崎里先輩工場メンバーで、あと星さんに丸山あやちゃんが出るという布陣になっております。で今回は本当はいつもだったら200円ぐらい引くんですけど、100円でいきます。それはなぜかって、まあ、ラスコラボが来月ありますし、そろそろあやつが星音として出てくるかもしれないっていうところですよね。まあいろいろありまして、ちょっと今回ゴールデンウィークあんまり引けないなっていうのがあるので、まあ100円でも全員当てます。それでは最初の10連目スタート。誰が出てきてくれるのか。ロードがバカみてえに押せ。素敵な思い出作りましょうね。うん、作る。星4をたくさん当てたい。実は持ってないんですよね。そうなんですよね。まあよくいい開幕だったんじゃないかな。うん、まあまあまあ新規が出ましたんで、じゃあここからまあ星音を当てましょう。まあでも一番最初はやっぱりフェス限が欲しいですね。まあ今回本当に新フェス限が2人とも出たら撤退してもいいレベルで、まあそれぐらいあのこの2人を当てたいと思ってはいるんですが、出た丸山やちゃんがゴリ初期じゃねえか。新規どころかゴリゴリ初期の丸山あやじゃ。そろそろ星音が見たいです。いつ出してくれるんですか。ありがとうございます。じゃあもう北沢はぐみちゃんでいいでしょう。あの旧フェスゲンは天井まで行ったから、芯だけはあのすんなり出てほしいと切に願っております。あの切り替え投稿でもいいですよ。でもやっぱりまずは北沢はぐみちゃん、ピュアタイプだったんでね、あのピュアハロアピってめちゃめちゃ強いので、これでなのでまあそこで揃えたいな言うて、やっておりま切り替え投稿だ。これですよ。先にご飯食べよう。これが新フェスゲンの切り替え投稿ちゃん、まどろみの食卓、あれでまどろみと読むんですよ。辞書で調べました。はい、まあよかった。とりあえずまあここでゲットできたのは大きいですね。まあまあとりあえずとにかく、やったー。出た出た、さよさん。いやもうなんかこの2人が並んだ時ちょっと涙が出そうになって、もうガルパの初期のねギスドリ2トップなのでなんかもうこの2人がこうやって笑って修学旅行行ってると柔らかくなったんだなーっつって、柔らかでそういうあの変な意味じゃないですよ。まあでもようやく俺のドリフェスが始まったな。30連目にしてようやくここから波に乗ってきますよ。このロードも結構ね長そうだけど、ただそれでも多分10連目よりは短そうだね。10連目カットしてると思うけど、クッソ長かったからな。1分ぐらいあったからね。まあまあまあ、これはあれかな、丸山あやちゃんかな。うん、びっくりして言えなかった。心音って、ちょっと聞きたいことがあるんだけど、5月星音になるかなあ。それによってだいぶスターの消費量変わってくるんだけど、北沢はぐみちゃんが欲しいのよ。はぐみが欲しい。ひなちゃん最寄りにはいるんだよな教えてひなちゃん先生の。持ってないです。いや最寄りにはいるのよはぐみちゃんが。なあさよさん、形になる時が来たの。まだはぐみちゃんは当ててないから、岩井のパフェはもうちょっと先だ。まあでも今40連で星4、4人はかなりいいよ。いや普通に神提供割合です。まあ単純に10連に1回は星4が出てるわけだからね。だからまああとはやっぱり北沢はぐみちゃんがな、やっぱ欲しいんだよ。俺は当ててという、北沢はぐみちゃんを。そうなんだよな。まあだから本当に最寄りにはいるんだよ。いやもう本当にね、あとちょっとなんだよ。近づいてきてはいる。確実に北沢はぐみちゃんが近くにいることは分かってる。もうそれは分かってるのよ。あとちょっとなの。もう本当にちょっとしたところでね、富山かすみちゃんは北沢はぐみちゃんの幼馴染ですよね。もう本当にだから最寄りでしょ。ほら瀬田薫先輩もね、同じバンドのハロハピの仲間ですから当然最寄りですよ。ほらね、サーヤも同じ商店街のね、もうなんならまあ近所ですよ。最寄りです。なのに本人は出てないっていうね。まあでも次で70連目か。もうでもあとちょっとだな。さあこのロードはいいロードじゃないですか。まあ長いロードは漏れなく新規のロードだと私は思ってますからね。さあこのロードが終わった先に見える景色は果たして黄色なのか虹なのか、そこが期待ですが、まだわかりません。あ、ようやくか。よかった。これですよ、今回の修学旅行編丸山あやちゃん。
ちょっと聞きたいことがあるんですけど、枕投げするんですか今から。まあとりあえず星さんの丸山彩ちゃんもゲットできました。残り30連で北沢はぐみちゃんが出てきてくれるのか。あとね、白鷺里先輩もいますから、まあもし出てきてくれればっていう感じですかね。まあでもとりあえず北沢はぐみちゃんね、やっぱりそこが来てほしいところですが、課金のすすめ松原かのん先輩が出ておりますね。いい考えてるの、課金をしてくださいっていう運営からのお告げでございますが、私はそれを無視して今回は100連で当てていく。うわー、残り20連か、いけっかな、頼む、残り20連しかねえわ、マジか。これさ、今気づいたんだけど、俺終盤ボロボロじゃね。おい、なんだかんだあと10連じゃねえか。頼むよ、まだ星音が4人なのよ。提供割合同期だとあと2人欲しい。お願い、北沢はぐみちゃんが欲しい、消化して欲しい、お願いします。あー、よかった。これですね、本当に悩んだ、追い課金しようかとかも。でもよかった、まぶゆい力士、まぶしすぎて、あとテロップでリンコちゃんが見えん。あと1回、あともう1人、はぐみちゃん頼む、真っ白ちゃん。まあ、まだモニカの子たちはね、修学旅行ないと思いますが、シーズン3になるともしかしたらあるかもしれない。その時は待ってますよ。失われた枕投げ、さあ来てくれ、頼む。あら娘、商店街メンバーですよ、最寄りですよね。え、気合が入ってると。この気合に入ってスタンバイしてるのはもしかして北沢はぐみちゃんか。頼む、来てくれ、ロリーじゃなかった、北沢はぐみちゃん、お願いします。はい、分かってました。なんか俺もなんだろう、ジンときちゃったな。